20ぐらいでいつもやってるんで、まあスワップ使ってるからね、多分やりますので、そう、こうやって他のチャリを使わないで、はい、人の方に全振りするっていうのが、そう、特に減量の時は効いてくるので、はい、こういうやり方もいいと思います。で、次はハンマーカード、はい、ハンマーカード同じ重さでやります。はい、これもオルタネートでいいので、オルタネートやっていきましょう。意識するのは上腕筋。上腕筋。それは上腕筋はここに引っ掛ける感じになるので、いらないと思う。1、1、2、もうちょっと腕まで上げましょう。3、3、ここの間が短くなる。短くなるね。はい、オッケー。はい、ちょっとこれインターバルを当てて、ちょっと座って休んで、これは同じ重さでもいいですね。インターバルの長さっていうのも結構セットを台無しにするか良くするか大事なので、この体力は完全になくなってるけど気合が入ってるって、そこをうまく見極めて、まあ大体 1,2 分の間にやるのが、長くても短くてもね、よくそこでちょっと崩っちゃうこともあるので、これやってるうちにだんだんちょうどいいタイミングっていうのが分かってくる。まあ、理想は疲れないけど体力、あの気合は残ってるっていう感じで、あんまり長く休むと気合が入らなくなっちゃうので、やっぱ気合っていうのが一番大事です。そうです、あのテンションを抜かないって頭の中のこの、要は気合っていう言葉で表現してるけど脳内麻薬が出てるかどうかなので、脳内麻薬が引っ込んじゃったらまた一からやり直しになっちゃうんで、ここまで持ってこれない。だからこのテンションが上がって脳内麻薬が出てる状態ずっとキープするっていうのが大事。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ですね。コンセントレーションカード、はい、これはベンチを使わないで普通に自分の膝だけ使ってやるやつをやりましょう。はい、そうですね、こういう状態で、はい、ここにあの 膝の内ももを当たるようにして、これ安定させてあげて、しっかりこうグッとこう両方ダンベルがつくぐらいまでしっかりね、こういうふうにやって、ね、そうですね、っていう感じで、ストレッチはその力が抜けきらないぐらいの、そうです、あの伸ばしきらなくていいです。ちょっと力が二頭に入ってる状態で、はい、あ、ただ一瞬二頭の力を抜いて、で一瞬あの抜いて、そこからまたギュッていう、はい、下でキャッチする、そうですね、キャッチする感じで、あの下ろす時に一瞬だけどっかでリリースしてる時がないと、はい、筋肉はしっかり縮まないので、はい、一瞬にあの力を抜くとこを使ってました。上でギュッて固めます、しっかりギュッと固めて、上で一回抜いて、で、そのとすぐ出してください。ギュッと固めて、これ一回止めたら、瞬間だけ抜いて、あとはすぐ出していく感じ。あ、すぐ出す。そうそう。そう、グッ。そうそう。し、ごっ。ごっ。はい。一回以上やってるから大丈夫です。はい。あ、はい。カウント間違えた。はい。はい。1、2、
さ、一瞬力抜いてスローダウン。そうそう。ギュッと固めて、ギュッと固めて一瞬抜いてスローダウン。8、9。はい、オッケー。で、これまたちょっと休み。座って休憩。意識が。このぐらい張ってる感じは。高強度に持っていけると、減量してでも筋肉、筋肉かもしれない。下手すると、太くなる。太くないよ。普段より追い込めたりとかしてね。確かに。木目が大事ってそうですね。減量中に本当に高強度が入ってないと、すぐにキュンってしぼんじゃうんですよ。だからそれをしぼませないためには、もうできる限り効率よく高強度に持っていくっていうのが大事なのでね。体力がないので、その体力の間に高強度に持っていくっていうのはかなりテクニカルになっていくんですね。わかりました。はい。1、2、3、4、一緒にして、そうだと。しっかりギュッと固めて。8、9。はい、オッケー。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、オッケー。高さが減るから、はい、こうしないと、こうなると高さが減っちゃうんだよね。だからしっかりここがこういうふうに動いて。